キュッと絞って味噌出していく。よーく混ぜてください。味噌とかもね入ってるんで、よーく混ぜてください。これがねうまいんですよ。もうね匂いでわかると思う。どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですねほぼほぼシラフっていうことでですね、至高シリーズやっていきたいと思います。で、最近ね至高シリーズであまりにも酔っ払いすぎてですね、ちゃんとね説明できてない時があるんですね。このチャンネルの醍醐味は僕がちゃんとなぜこれをやるとどういう味になるかっていうのをちゃんと皆さんにねお伝えしないと、ただの酔っ払いになってしまうので、それは良くないと思いまして、今回ねちゃんと説明します。今回作るのは至高のマカロニサラダ、スパゲティサラダを作ったんですけども、今回ねマカロニであります。要はあれですね、マカロニサラダです。マカロニサラダです。至高のスパゲティサラダの時はですね卵とか入れて作ったんですけど、今回はねちょっとね違う作り方、味付けガラッと変えます。うますぎて主役になっちゃうと思います。それぐらい美味しいものなんで期待していてください。それでは作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明いきたいと思います。まずね、マカロニサラダで、マカロニ、まあこれも普通のスーパーでトップバリューのやつですね。マカロニ 100g、8分茹でのものです。まあまあマカロニでもいいし、ペンネとかでも全然大丈夫です。シェルパスタとかでもいいですしね。だからショートパスタだったら大体何でも大丈夫です。サラダなので、キュウリ。キュウリね、今回1本分使っちゃいます。はい。人参。人参がね、3分の1本。彩りにも使えますし、50g。あとね、おろしニンニクを、ちょっとつけます。今回ね、ちょっとパンチのある味にしたいので、おつまみにもなるもの。になります。あと、ツナ缶。ツナ缶なんですけども、僕がいつも使ってるのはシーチキン L フレーク。L フレークはマグロの油漬けです。これね、シーチキンマイルドになるとカツオ漬けなので、僕カツオよりもマグロのシーチキンの方が好きなので L を使っていきます。あとは概要欄に調味料がありますので、チゲナ。で、今回ですね、至高のマカロニサラダを作る上で一番重要なこと、皆さん何だと思いますか？非常にパンチのある仕上がりになっております。思い切りのあるですね味付けが重要なんですね。なのでですね、大胆に味付けしていかなきゃならないんですね。そしてその大胆さをどうやって表現していくかって言ったら、まあ、やっぱり僕はこれだと思うんです。スタッフが買ってくる氷がねだんだんでかくなってくるって、2キロサイズ。はい、じゃあ飲んでみます。くぁー。じゃあ、作っていきたいと思います。プリなんですけども、まあ1本、ね、80g ぐらいのものなんですけども、まあちょっとね、ここら辺切って、食べます。キュウリとハイボールありますね。千切りにしていくんです、これね。このまま垂直に切っていくと、キュウリコロコロ転がっていく経験皆さんありますよね。ちょっとだけね、斜めに切ってあげると、転がりません。薄切りにしましょう。ちょっとだけ斜めに切ってあげる。そうするとね、転がんない。なぜなら斜めだから。やっぱりね、非常にね、やりやすいやり方ですよね。こんな感じで。やっぱり、ね、サラダ感出したいんで、キュウリの食感ってすごく大事なんですね。今回ね、細切りにするんですよ。こんな感じで、長めに、斜めに切ってですね。千切りスライサーとか使っていただいても結構です。千切りするときはね、こうやって並べて、でこうやって千切りしていけばね、すごく、こう、細かく切れますので。マカロニサラダね、彩りですよ。やっぱり食卓に花を添える。はい、こんな感じです。はい、ボウルに入れて塩でね、浸透圧で水を出していくんですね。お刺しね、3分の1ぐらいのお塩入れます。揉み込んだけど、そうすると浸透圧でお野菜から余計な水分が出ますんでね。でこれをしないとベシャベシャなマカロニサラダになっちゃいますんで、これはね必ずしてください。塩を加えて時間を置いて、でキュッと絞って水を出していく。これね必ずやってください皆さん。で油ね切っちゃっていいです。ツナ缶の油は取っておいて、パスタとかに絡めると美味しいですよ。数分経つとですね、もうねお水がね野菜の、ね、出てくるんですよ。野菜汁、これです。こいつが大敵なんですね。野菜汁を出して味が水っぽくなるのを防ぐ。絞って出します。これギューンとやるとこれぐらいね出てくるんですよ。この野菜汁、味がぼやける原因になるんで。はい、でこいつも4回絞ります。しましたらね、ツナ缶を入れておきましょう。はい、ツナねたっぷり今回入れます。小鍋にお湯を沸かしております。ここにですね、塩分濃度 1%、 これぐらいだとね小さじ1ないぐらいですかね。これぐらい、小さじ3分の2とか入れてください。はい、
これなんでお塩入れるかって言ったら、まあ諸説あるんですけども、僕の場合はショートパスタに味付けをするためなんですよ。塩入れたら味見てください。でね、お味噌汁ぐらいの塩分濃度になってたらこれで OK。 味を入れるためにお塩入れます。ここにマカロニ、はい、だから慣れてきたらこれマカロニ茹でてる間にこれを用意すればいいんで、はい、これ今回は分かりやすいようにこう順序立てて、これだったら絶対失敗しませんから。8分間ね、ちゃんと茹でましょうね。8分飲みます。それではですね、8分茹で上げましたんで、でここね、はい、であったかいまんま投入します。冷やさないでいいです。あったかいまんま調味していきます。マヨネーズ大さじ1、2、3ぐらいです。ケチャップです、まあ大さじ、あ、小さじ1半ぐらいですね。ちょっと甘みと旨みをつけていきます。今回味噌です。これね、長寿、あのコクと旨みをねつけるためにお味噌、もうこれがもう今回最大のポイント、大さじ1半。だからね、結構ねチーズの旨みを加えていきます。大さじ1と、はい、半分ですね、はい、味の素6振り、おろしにんにく、これでねさらにパンチをつけていく。大体半かきぐらいでいいです。思ったより3倍。これはね、あの大胆に、最初言いましたでしょ、このハイボールで大胆になれと、これぐらい入れていきます。よーく混ぜてください。味噌とかもね入ってるんで、よーく混ぜてください。香りがやばいなこれ。あ、そう、この味噌がね、味噌が入ったこの香りが、おろしにんにくのこれパンチも効いてて、すごいね、大胆な味付けになる。これよーくね混ぜ合わせてください。おつまみとして出すんだったらもう 2,3 人前ぐらいありますんでね。今回ね、あえて卵は入れてないです。ツナ感をねすっごく出したかったんで、盛り付けていきましょうか。じゃあね、ちょっと持っていきましょう。結構ね、見た目はねオーソドックスな、なんかスーパーの惣菜にあるような感じになってると思うんですけども、これがねうまいんですよ。もうね、匂いでわかると思う。ペンタル盛り付けて、パセリね、パパパパパパーっと、やっぱね、パセリが入るとね、やっぱね、彩りがね、全然違いますんで、これね、かけてください。オイブラペです。はい、これでございます。史上最強のおつまみにも、副菜にもなる。至高のマカロニサラダ。完成でございます。はい、ではいただきたいと思います。いただきます。ちょっと大胆さが足りないんで、ちょっといただきます。うまっ、めちゃめちゃうまい。コクとうまみがやばい。さ、ベースがさ、ニンニクと粉チーズと味噌とマヨネーズとケチャップでしょ。オールスターがさ、美味しくないわけないよね。ニンニク味噌マヨネーズとツナが絡み合ってですね、それがショートパスタにまとわりついてですね、非常に美味しい。味変換風じゃないでしょ、タバスコでしょ、信じとるで。うん、完璧だ。ポイントはね、あの野菜の汁を抜かすってこと。マカロニサラダは脇役だとは言わせねえぞ。これはうますぎるので、サブチャンス。お酒が好きな人は全員だった。たっくん、あ、どうぞ、あの、お越しくださいませ。はい、それではどうぞ。これね、これはね、お疲れ様です。仕事中だけどお疲れ様です。まずはそのまま、まずはそのまま、まずはそのまま。うん、うまっ。ちょっと食べたことない感じのタイプかもしれないですね、これ。従来のマカロニサラダの味付けでは多分全然ないと思う。普通の見た目なんだけど、食べると全然違う。確かに、卵入ってるのが結構スタンダードっぽい感じもするじゃないですか。うん、なくても全然がっつりした。今回ね、卵はね、あえて入れなくして、うん、ちょっとタバスコ味付けて、タバスコだと化けんの。めっちゃ美味しい。うまっ。これはちょっと主役っすね。名バイプレイヤーっすね。もう横文字上手いから俺。あ、何でもできるっていうやつ。まあまあ、脇役がこう、うん、なるほどね。今週のコメント
今までで一番いいこと言ってるレベル高く、あ、そうなの。俺が拾え。あの、ありがとうございました。ありがとうございます。だんだんコメントが上手くなってくる。多分マジでうまいです、これは。タバスコの威力ちょっと感じてほしいなっていう感じですね。この見た目から想像できないぐらい力を持った至高のマカロニ、ただだ、ぜひ皆さんお試しください。でも今週のコメントなのになんか今までで一番いいこと言ってるレベルなのに。あ、そうなの。バイプレイヤーって何。ちょっと俺が拾え。すいません。ちょっと、あ、今すごいいいこと言ってたんですね。今週のコメント、あ、今週のコメント、あ、名前ね。ちょっと俺が拾えの分かりやすい例え。分かりやすいね。分かりやすかった。意外と噛み合わない。すいません、すいません、ちょっと、すいません、俺がちょっと属性に疎いもんね。私がいや、めっちゃ弱いです、マジで。でも